どうもこんにちは、尖った車大好きペパロニです。本日はジープ新型コンパスのですねレビューの方をしていきたいと思います。では早速新型コンパス見ていきたいと思います。で本日なんでコンパス乗ってるかっていう話なんですけれども、ちょっと普段乗っている私のラングラーがいろいろトラブルが発生いたしまして、今ジープのディーラーの方に置いているという状態になりまして、台車としてこちらのコンパスですね急遽用意いただきましたの でたまたま新型だったんですよ、運がいいことに。なのでちょっとこのままレビューしていきたいと思います。まず外観ですね、フロントすごいかっこいいなと思うんですけど、新型のコンパスセブンスロットグリル穴開いてないんですね。ここちょっと気になるポイントの一つかなと思いますけど、この間のところとかは結構がっつり開いてるので、まあかっこいいかなというふうに思いますね。で外観とかですねいろいろ見てるんですけれども、まあ今時の SUV でかっこいいなと思うんですけど、正直普段ラングラー乗ってる私からするとそこまで特筆してなんか尖っているなっていうポイントは正直ないですね。で履いてるタイヤがこれなんだ 225-55R18 かなんで、ラングラー僕が乗ってるラングラーが17インチなので1インチ大きいですね。でここにサイドにちゃんとモニターついてるし、あとミラーはこれかっこいいですね、造形がちょっとシュッとなってる感じが。じゃあこれわかんないかな、ここエッジがすごい効いてるのでここすごいかっこいいなっていうふうに思いますね。で僕がびっくりしたのがリアなんですよ。この狭い幅でこのバックドアが開くんですよ。で開く時もこの車は普通にこう手を使って開けることもできるんですけれども、足入れるだけでどいたらしっかりとこういう風に開くんですよ。でぶつからずに開けるんで主婦の方とかはすごいいいなっていう風に思いますね。で後ろにもしっかりとサブウーファーついてますし、中は結構こんな感じで広いですね。では次に2列目見ていきたいと思います。2列目こんな感じでシート結構固めですけどしっかり乗れるなっていうところと、 USB のタイプ C までついてますし、下コンセントまでついているのでキャンプとか行った際も全然問題ないかなっていうふうに思いますね。ただシートのリクライニングはなさそうですね。でシート自体はフルフラットにならずにちょっとだけ、わかりますかね、高さが斜めになっちゃってるのはここはちょっと気になるポイントかなっていうのはあります。で運転席ですね、ここにかっこいいジープっていうのありますし、シートメモリーとかもしっかりついてますね。でラングラーと違ってここもちろん紐じゃないですし、ここも全部電動で動くようになってるのでここはポイント高いかなと思います。で新型のジープらしくここにジープってこの枠かっこいいですよね。これいいですし、エンジン入れてさえですねコンパスで来てるのすごいかっこいいと思います。 ETC カードが挿入されていません。まあ他の細かい内装についてはちょっと走りながらお話していきたいと思いますので、ではそこ行ってみたいと思います。乗って感じた一つ目ですね、シートが硬いですね。ラングラーのシートって結構ふわふわしてるシートになるので座っていてゆったりできるんですけれども、コンパスのシートは結構硬めになるので、ロングランをするとラングラー乗っている人からするとちょっと疲れるなっていう風に感じる人多いかもしれませんね。感じたこと2つ目ですね、運転がしやすいっていうことですね。この車ラダーフレーム構造じゃなくモノコック構造になるので、ハンドルも本当に思った通りに動きますし、運転する際のブレーキの際もオートホールドがつくのでブレーキをずっと踏んでなくていいので、そんなに運転が疲れるなっていう感じしないですね。感じたこと3つ目、視界がめちゃくちゃいいということですね。ラングラー自体がアイポイントが高いので運転しやすかったんですけれども、この新型のコンパスもアイポイントすごい高く感じるんですよ。それにフロントガラスがすごいでかいんですね。多分これフロントガラスで言ったらラングラー以上にでかく感じるので、どこ見ても視野がすごい広いので景色もよく見えますし、運転していて運転しにくいなとは全く感じなかったですね。4つ目に関しては左足の置き場があるということですね。ラングラー以外の車だったら大体はあるんですけども、やっぱりラングラー乗りとしては左足を置いて運転できるっていうことで、運転する際の安定感とか疲労感全然違うのですごい運転しやすいなと思いますね。あとモニターもこの車結構大きいんですけれども、運転してるポジションからするとモニターがすごい邪魔になるとかってないんですよ。例えばトヨタの車とかだと結構モニターがせり出てるなっていう感じするんですけれども、この車はモニターがせり出てるなとかモニターがあって邪魔だなっていうことは全くないですね。あとモニターで言うならば、これセンターモニターもフル液晶になってるんですけれども、標識の読み取り機能なんかもついているので
スピードとかもすごい気をつけられるので、運転情報自体はすごいしっかり入ってるなっていうふうに思います。あとハンドルのジープっていうロゴですね。ただジープって書いてあるだけじゃなくて、枠にしっかり入ってるのが運転してて、新型だなっていうか最新のジープだなっていうふうに、おしゃれだなと思います。インテリア面で言うと、操作パネルとかは、ラングラーの方が操作自体はやはりしやすいですが、それでもコンパスもすごい操作ボタンは大きいので、操作自体はすごいしやすいなっていう風に思いますし、シートメモリーついてるんですよ、この車。マジで羨ましいです。まあそういったね、最新機構をね、入れたらね、ラングラーじゃないじゃんっていうお話あるんですけれども、まあまあ、使える電子機能っていうのはあったらあったら嬉しいものなので、ここはあっていいポイントかなっていう風に思いますね。だから感じてんって思ったところが燃費ですね。この車が今のこの表示上にはなるんですけれども、表示がリッター 9.4 という表示になるので、このサイズの SUV って考えたら、国産車だとリッター20前後のもあるので、もうちょっと燃費は頑張ってほしかったかなっていうふうには思いますね。ただそのレザーシートのレザー感とか、国産車にはない高級感はすごいあるので、もう高級会社って言っていいぐらいの内装にはなるので、個人的にメルセデスとかよりはシートはちょっと硬いですけど、まあ乗ってる感じの満足感はすごい高いんじゃないかなというふうに思います。あと乗って気になった点だと、センサーが過剰に反応しますね。ブラインドスポットモニターも結構過敏に反応しますし、前のセンサーですね、車そんなに近くないけど反応するとか、車がいない時もセンサー鳴るっていうのがあったので、そういったところはちょっと気になるポイントの一つかなっていうふうに思います。ちなみに皆さんが気になっているここですね、いわゆる舞踏会チェックなんですけれども、ライトもついているので問題なく舞踏会には行けるようになっているかなっていうふうに思います。車幅的なところですが、まあ、乗っていてそんなに大きいかなっていう感じはしないですね。小さいなっていう感じもしないんですけれども、なんか1個前のコンパスとかよりは全然乗りやすいなと思いますし、僕一度台車で1個前の旧型のコンパス乗ってたんですけれども、新型のコンパスの方が正直でも乗ってて気持ちいいですし、あ、高級車乗ってるなっていう感じがすごいするので、これグレードによるんですけど、だいたい500万切って買えるので、500万が高級車じゃないかって言われたら、まあ、高級車にはなるんですけど、乗ってる感じすごいそれ以上の今の時代の価値的なところで言うと価格感はあるかなっていうふうに思いますね。そうですね、まあ、ヒルディセントコントロールもついてますし、四駆のロックもありますし、四駆のローもちゃんとついてますし、サンドマッドスノーモードもついてますので、走破性的にはそんなに問題はないのかなっていう感じはありますね。他気になるところとかは、まあ本当にラングラーと違うのは高級感がある乗用車っていうところがすごいいいなっていうのも あります。今もそうですね、左側何もないのにブラインドスポットモニター反応したりしてるので、ちょっとここのセンサーが過敏だなっていうのはあるかなっていうところですね。まあけど本当に乗ってすごい嫌な感じしない車ですし、すごい乗りやすい車の1台かなっていうふうに思うので、結構常用的に街乗りを乗りたいとか、ジープに一度試してみたいという方にはぜひおすすめの1台になるかなと思いますので、参考にしていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。